く晴れた天気になりました。 QVC マリンフィールドからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ、とにかくね、あの 1,2 番の出塁ですよね。まあ、その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。一発チェンが QVC マリンフィールドのマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、あの本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。際どいコースに送ってストライク。ボールになります。これは内へ外れます。落ちるボール空振り、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。まあ次のボールが勝負ですね。しっかりコントロールしてギリギリに投げたいですね。なるほど。ライト方向を流しました。これはどうだ。ファウルになります。行きましたが三振、ワンアウトです。バッターは2番に入っている藤田チェン。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上チェン、そしてキャッチャーは田村。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。外へのカーブ外れました。空振りになります。ワンボールツーストライク。打ちました。切れていきます。ファウル。変化球で空振りを取ります。バッターボックスには指名打者のペーニャ。ツーアウトランナーありません。さあまず1球目、最初はストライク。ファウルになります。打ちました。井口、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回イーグルス三者凡退。西さん、各球場特徴があるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか？あの当然それは、ね、あるんですよね。あのボールの見え方も違いますからね。まあ自分でも得意とする球場は分かってますよね。やはりそうですよね。イーグルスマウンドに上がるのは先発の戸村。どう立ち向かっていくのか注目です。荻野が打席に入って抑えて、これから1回の裏に移ります。打ちました。痛烈、これはどうか。センターに抜ける。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている角中。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが1球目、初球ボール。ここは併殺だけは避けたいですね。ランナースタート。
キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。積極的に狙っていったんですが、ここは阻止されてしまいました。いやー、これは残念でしたね。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど。さあバッターは打ちました。一塁を送ります。ツーアウトになりました。打席には3番バッター清田。ツーアウトランナーありません。この回のマリーンズ打線ですが、4球でツーアウト。真ん中打ちました。この打球はファールグラウンドへ切れていきます。ファウル。膝元へ持ってきました。あっという間にツーストライクです。インローボール。インサイド打ちました。ツーアウトからランナー出ました。千葉ロッテマリーンズです。これはデッドボールということになります。さあマリーンズ先制のチャンスを迎えています。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。なるほど、そうですね。まあそして豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。マリーンズ2回に入ります。イーグルスの攻撃。バッターボックスウィーラー。マリーンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ小宮山さん、まだ序盤ですからね。ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね。2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあという手を出してきません。低めで打ち損じを狙いたいですね。そうですか。さあバット2球目打ちました。これはショートライナー。ワンアウトランナー一塁となりました。さて小宮山さん、バッターに対してバッテリーの思惑はどんな感じでしょうか。まあ、そうですね。初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インサイド落ちました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。マリーンズピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には西田が入ります。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。ここは三振が取れれば理想的ですね。このピンチ空振り三振に切って取りました。タイミングをうまく外されてしまいました。まあ、今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まあまだ気は抜けませんから、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですよね。さあこの場面で打席には8番の島が入っています。見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。ここはあっという間に追い込んでいます。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。さあそしてバッターボックスには肘沢が入っています。さあなおもピンチが続き満塁の場面。まあ、相手に続かれてしまってますので、ここで切り替えてなんとかしてほしいですね。なるほど、そうですね。落としてきましたがこれは外れます。次が4球目。アウトコースでいい球が来ました。さあ追い込みました。このピンチ見事三振を奪いました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。そうですね、落ち着いてますよね。自分の投げたいところにしっかりとコントロールできてますからね。2回の裏になります。マリーンズの攻撃。6番バッター今江。マリーンズ0対0で迎える2回の攻撃です。三遊間抜ける。先制のランナーが出塁していきます。バッターは7番に入っている井口。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球変化球は空振りです。変化球が低めに外れます。大きく外しています。
この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。三塁へ送球、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁、打順は8番鈴木、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあマリーンズ一打先制のチャンスです。これは落としてきました。すぐに追い込みました。空振り三振、タイムリーとはいきませんです。ストレートで空振りを取ってきます。ここはちょランナー飛び出している、ホームに送球する、タッチはアウト、これで2アウト、これはやってはいけないミスですよ。ここは痛いミスが出ました。インコースを厳しく攻めます。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。インコース打ちました、いい当たり、これはどうだ、よく取った、一塁送球アウト、スーパープレーが飛び出しました。小宮山さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあ、そうですね、まあ、持ち味を発揮してという感じですかね。そうですね、両投手の特徴が出てますよね。打ちました、ショート取った、これはショートのエラーです。先頭バッターを出し、さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには藤田、まあ送るとしたら彼がきっちり決めてくれるでしょうね。なるほど、そうですか。まあ牽制の上手いピッチャーですから、浮かずにリードは取れないでしょうね。ああそうですね、バットは動きません、よく見ています。アウトコースへのカーブはボールです。ベンチのサインはどうだったんでしょうか。バントの構えを見せました。バットを引いて、バットに当たりません、三振。最後はスイングアウト、ランナーを進めることができませんでした。素晴らしい投球を続けています。バッターは今日 DH に入っているペーニャ、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。インサイド落ちました、手を伸ばして取った、アウト、素晴らしい守備を見せてくれました。いやー小宮山さん、素晴らしいプレーだと。いいコースですが外れています。振りません、ストライク。うまく抜いてきました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。アウトコース、これは見送ってボールです。インサイド落ちました、ファウルになります。空振り三振、ここは投げ勝ちました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう、先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。そうですね、落ち着いてますよね。自分の投げたいところにしっかりと今度。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね、主導権をね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。打席には2番バッター角中、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。戸村、まずは先頭バッターを打ち取っています。空振りになります、ノーボールツーストライクです。打った、センターに強い打球、これはどうか、センターオーバー、バッターランナーは二塁到達、ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には清田が入ります。さあ先制のチャンスです。まあやはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。
初球ボール、2球目は何で来るか。2球目打ちました。銀次が掴んで2アウト、2アウトランナー2塁となりました。繋がらなかったですね、ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、非常に面白いと思いますよ、このチャンスに期待がかかるデスパイネが打席に入っています。空振り三振、前に4回に入っていきます。イーグルスの攻撃、5番バッター牧田、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。マリーンズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎え、おっと送球がそれた、小宮山さん、さあ一塁には先制のランナー、バッターは銀次、まあ、状況的にはエンドランも考えられますね、さあランナーをどう生かしてくるか。バントしました、取りました、一塁へ、アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには西田が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏には先制のランナー、まあ、バッテリーもしっかり警戒していると思いますので、無失点で切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。ファウルボールです。このピンチ空振り三振に切って取りました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。さあそして打席には島が入ります。さあツーアウトながらピンチは続きます。まあここもしっかりセカンド取った、一塁アウトでスリーアウト、先制のチャンスがあったイーグルスですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。バッターボックスは5番クルーズ。さっきは苦手なアウトコースを突かれましたから、まあ今度はそこをどう対応していくかですね。なるほど、さあそのコースをしっかり、三遊間抜ける、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー、ここはうまく打ち返して出塁していきました。いやそれにし、ライト方向を流しました。これはどうだ、藤田送球する、アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。ここは進塁打を狙ってもいいかもしれませんね。ああそうですか、右方向に打たれないようにインコースから入りましたね。うちのボール打った、ファウルボール、しっかり捉えた、ワンバウンドヒットになった、バックホームする、センター前ヒット、これでマルチヒット。西さん、これで3、初球打っていった、マリーンズ先に点を取りました。1対0、なおも二塁一塁のチャンス。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。理想的な形でしたね。ここで先制点が入りました。終盤ゲームが動き出します。さあそしてバッターボックスには田村が入っています。さあチャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね、ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ショートホームに送球する、左中間へのヒット、さあチャンスを広げていきます。ここはうまく打ち返して出塁していきました。まず際どいコースから入りました。この変化球はバットが合いません。ストライクを先行させていきます。追い込みました。体に近いところ、高め外れます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。左へ持っていった、フェアか、切れました、ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。押し出しでさらに点差を広げます。これはねバッターがよく我慢しましたよ。よく見て、2番バッター角中、マリーンズこの回2点を入れています。さあ先制に成功、なおもその点差を広げていこうかというところです。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。走ってきた、空振り三振、追加点のチャンスではありますが三振でツーアウトになりました。しかしこの回、小宮山さん、回は5回です。
この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるイニングですからね、気をつけた方がいいですよね。そうですよね、白星というところもちらついてきます。低めに外れてボール。高めに持ってきました。ワンボールツーストライク。打ちました。鈴木アウト。ここは送球が間に合っています。打順はトップに帰って松井。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはマリーンズがチェン、そしてイーグルスがトムラ、この2人の投げ合いとなっています。次が3球目。ストライクになります。打ちました。ファーストが前に来る。ファウルになります。打ちました。ここもファウルです。変化球空振り。2番バッター藤田。ツーアウトランナーありません。初球簡単にストライクを取ります。ここは打たされてしまいました。取ってスリーアウトです。小宮山さん、ゲーム中盤を迎えていますが非常に緊張感のある展開続いてますね。そうですね、もう本当にリードしている展開ですから、まあ、慎重にですね。そうですよね。バッターボックスデスパイネ、トムラ、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ヒー、レフトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。レフト掴んでツーアウト。バッターボックスクルーズ、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトになっています。この回のマリーンズ打線ですが2球でツーアウト、淡白な攻撃となっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。打順は6番今江、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁。初球打ち、これはどうか、破りました、センター前。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには7番井口。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあマリーンズリードを広げるチャンスです。外の球打った、ファースト取った、一塁アウト、これでスリーアウト。ランナー出ましたがマリーンズ得点に。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏チャンスの場面、弾き返すも外野へのフライとなります。先制のチャンスを逃します。2回の表このピンチの場面、最後はうまく抜いて見逃し三振、先制を許しません。その裏得点圏にランナーを置いて、しかしバットに当たりません。先制とはなりません。3回の表ランナーを二塁に置いて、しかしバットには当てさせません。両チーム無得点のまま回が進みます。裏の攻撃、このチャンスの場面、しかし三振、両チーム無得点のまま回が進みます。4回の表ピンチの場面だったんですが、しかし内野ゴロに仕留めます。なかなかゲームが動きません。さらにこの回先制のランナーを置いて8番鈴木、その初球をしっかり弾き返します。マリーンズ先制します。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。QVC マリンフィールドからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。
楽天イーグルス打順よくこの回はクリーンナップから始まります。ペーニャがバッターボックスに入ります。先ほどの打席はアウトコース決まってストライク。膝元決まった。ノーボールツーストライク。打ちました。掴んでツーアウトです。バッターは5番牧田。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ツーアウトになっています。この回のチェン4球でツーアウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。ここは落としてきました。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したい楽天でしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、マリーンズが6回の裏、マリーンズの攻撃。バッターボックスは8番鈴木。先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。マリーンズリードで迎える6回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、いかがでしょう。この点差ではまだまだ安全圏とは言える状況ではないですからね。確かにその通りですね。インコース決めました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには9番田村。先ほどの打席でヒットを放っています。戸村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。落ちるボールです。3球目は何で来るか。ああ、よく見ましたね。空振りになります。2ボール2ストライクです。低めの変化球は外れました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。このボールは外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。これが初球。打ちました。ファウルになります。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体制ですね。そのようです。低めの変化球です。見逃して三振です。ツーアウトになりました。バッターボックスは2番角中。ツーアウトランナー1塁です。空振り、これが2球目。変化球を振らせました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、3アウトチェンジ。ランナー小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。まあそうですね、もう本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。さあ2球目は何か。打ちました。今江アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。7番バッター西田、まずはワンアウトを取っています。初球はボールになりました。ファウルになります。スライダー外れます。4球目は何で来るか。これは手が出ないか。2ボール2ストライクです。三振になります。8番バッター岸間、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。
2アウトランナーありません。落ちる球できました。低いコース決まりました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。ボテボテ。ショート前に来る前に来る。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したい楽天でしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0マリーンズが。おっと、驚きの予告ホームランです。ピッチャーは心中穏やかじゃないでしょうね、まあ、ここは冷静さを失う。そうですね、スタンドは大喜びですが、果たしてどうなるでしょうか。空振りです。打ちました。これはどうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターは4番デスパイネ。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコース、これは入りません。ボール先行です。打ちました。セカンド送球、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。打席には5番バッタークルーズ。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。マリーンズダブルプレーでランナーなくなりました。初球打ち、ヒットになった。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには6番今江。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ストライクです。ノーボールツーストライクです。引っ張った、これはどうか。あっと、取れない。これで3安打猛打賞。さあマリーンズ追加点のチャンスを迎えています。この回での追加点はかなりのダメージになりますから、しっかり点を、しっかり捉えた。セカンドの左掴んだ。一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。8回の表追いかけるイーグルスの攻撃。9番バッター肘沢、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。マリーンズリードで迎える8回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあただ最後までしっかり守りたいですね。確かにその通りですね。これが3球目。インハイ決まります。ワンボールツーストライクです。流しました。これはどうだ。レフト前ヒット。肘沢ヒットが出ます。ノーアウト。打順は1番に帰ります。バッター松井、ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。2球目打ちました。松井、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナーに。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。バントしました。左方向へ転がした。ピッチャーが抑えた。一塁アウト、送りバント成功。さあそして打席にはペーニャが入ります。嫌なバッターに回ってきましたね。さあワンアウトになりましたが、なおもピンチが続きます。まあ、ここでリードを守ることが重要になってきますから、踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうですよね。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。マリーンズここでピッチャーが変わります。一打同点の場面でマウンドに上がる。
球からストライクを取ってきましたね。次が2球目、いいコースに投げてきました。ここはあっという間に追い込んでいます。いいボールでしたが振ってきませんでしたね。そうですね。外の球打った、ファウルです。次はフォークで空振りを取りたいですね。そうです。低め打った、セカンドが抑えた、ホームへ、タッチはセーフ、サードランナーホームイン。思わぬ形、先ほどのプレーです。ここで痛いミスが出ました。さあこういう時こそしっかりと冷静にいってほしいですね。そして次は警戒すべきバッターが相手ですから、配球には十分注意が必要だと思いますね。その警戒すべきウィーラーがインサイド打った、サード取った、一塁へ、一塁アウト、イーグルス。打順は5番牧田。マリーンズこの回2点を失っています。さあついに同点に追いつかれ、なおも一打勝ち越しという局面。先ほどのエラーを悔やまれますね。もったいない場面でしたね。インサイド打った、サードダイビングキャッチ、一塁送球アウト、これはビッグプレー。ご覧いただきましょう、よく取りました。抜けようかという当たりを見事ダイビングキャッチです。いやピッチャーは助けられました。8回の裏に入りました。マリーンズの攻撃、バッターボックスは8番鈴木。マリーンズ同点で迎える8回の攻撃です。ミスター一二塁間を破る、これでマルチヒット、ノーアウト。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチはアウト、ワンアウト。ここはスチールを阻止されてしまいました。いやこれは残念でしたね。低めの球が打ちに決まります。ノーボールツーストライク。体に近いところ、バットが動きませんでした。打ちました、レフトをバックする、バックする、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット。ここはうまく引っ張っていきました。いや本当にうまく反応しましたよね。さあそしてバッターボックスには荻野が入っています。さあ一打勝ち越しの場面となっています。この回に勝ち越せると大きいですからね、期待したいですね。なるほど、そうですね。初球ボール球です。いい当たりだ、一塁アウト、これでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになる。小宮山さん、こういった展開ですとキャッチャーも相当なプレッシャーがかかっていると思うんですが、いかがですか。もう本当に一球一球かなり集中しながらリードですから、そのキャッチャーミットの動きにもぜひ注目していただきたいと思います。さあ3球目は何か、変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。バッターボックスは7番西田。西野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。取りました、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス島、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、これはどうか、よく取った、アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。さあ交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。イーグルス9回の裏、マリーンズの小宮山さん、サヨナラの可能性もありますが、ここは慎重に行きたいところだと思うんですが、どうですかね。中途半端に行くよりも思い切って攻めた方がいいかなという気がしますけどね。確かにそうかもしれませんね。外の球打った、セカンド正面、抑えた、一塁アウト。打席には5番バッター、デスパイネ。先ほどの打席はファーストゴロ、併殺打となってしまいました。青山、まずは先頭バッターを打ち取っています。ここはフライになっています。セカンドフライ掴んでアウト。バッターボックスには5番クルーズ。
先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。レフト持っていった、これは大きな打球、レフトフライ抑えてスリーアウト。この回マリーンズゲームは延長戦に入ります。イーグルスの攻撃、バッターボックスは9番木尻沢、先ほどの打席でヒットを放っています。マリーンズ同点でこの回を迎えています。小宮山さん、まあこの展開ですからピッチャーにも相当なプレッシャーがかかってきますよね。まあそうですね、はい、今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに。ストレート、ストライク、あっという間にツーストライクです。打ちました、ショートゴロです。一塁送球、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁。これが先ほどのプレーになります。さあ初球は何か、走ってきた、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。いや早いですね。初球は何で来るか、高めにバットが出ました。すぐに追い込みました。ボールになります。一、二塁間、ヒットになります。ライト前ヒット、これでマルチヒット、これで一塁三塁とされています。ここからランナースタート、スクイズだ、あっとフライになった、掴んでアウト、スクイズ失敗、ワンアウトランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には北川が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。この回で勝ち越されると厳しくなってきますから、なんとか引き続きしのぎたいですね。なるほど、打った、二塁へ送球、二塁アウト、サードランナーがホームに帰ってきました、イーグルス。さあここでイーグルス、打順は4番ウィーラー、先ほどの打席で同点となる打点を挙げています。ランナースタート、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗、ここは2塁への進塁を許しません。バッテリーも急、今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。最終回マリーンズの攻撃、さあマウンドに上がったのは松井。さあ兄さん、やはり上がってきましたね。まあなかなか打つのは難しいですけど、なんとか攻略してもらいたいですね。そうですね。さあ注目の打席です。ボールになります。ボール先行です。低めストライクが入りません。ここは1球見ました。インコース空振り、フルカウントになっています。見逃し三振、タイミング合いませんでした。バッターボックス井口、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。松井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ守護神松井がマリーンズ打線の前に立ちはだかります。簡単には攻略できないでしょうね。そうですね。それでも何とかして得点までこぎつけたい。ボールになります。
変化球空振り、ツーアウトになりました。打席には1番バッター鈴木、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。この試合の行方を任されました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。バッターボックスには代打の石峰。アウトロー外れます。高めのボール、ライトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。外野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了です。千葉ロッテマリーンズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたよね。いかがでした？そうですね、あともう一つというところですけど、まあ、残念ではありますけど、まあ、いい試合でしたよね。そうですよね。勝ったイーグルス、接戦をものにしました。一方のマリーンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ、今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで QVC マリンフィールドから失礼いたします。本日は